はいどうも、こんにちは、こんばんは、ストークです。トモローです。はい、今回運んでまいりましたのは、遊戯王の対戦動画でございます。で今回、ストークが使うテーマなんですけど、これもですね、ちょっと前の昔って言っちゃいけないですけど、まあ、一時期流行ってたカードで、インベルズを使っていきます。インベルズキラファーが今回のメインカードです。そして僕がですね、私アンデッドデッキに入っていた資料を動画数だと、レッドアイズアンデッドドラゴンを使ったちょっとエクシーズのデッキになってしまうような、そういうデッキになっています。はい、ではこの2つのテーマで今回デュエルを進めてまいります。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、では行きます。最初はグーじゃんけん、はい、ここでお願いします。はい、じゃあ先行いただきます。はい、せーの、デュエル。デュエル、私のターン、ドルフェーズはないので、スタンバイフェーズ、メインフェーズに入ります。メインフェーズ、インウェルズの召喚、召喚じゃない、千円ですね。千円を召喚します。何かありますか？ないです。はい、じゃあ、カード1枚セットします。ワンエンドでどうぞ。カードドローします。カード1枚セットして、視界のバンシーを召喚します。はい、さらに手札からフィールド魔法アンデッドワールドを発動させます。はい、ターン終了です。はい、ではドローフェーズドロー。じゃあスタンバイ、メインフェーズ入ります。そのままバトルフェーズ入ります。はい、インベルズでバンシー攻撃します。リバースカードを発動してます。いいですか？はい、どうぞ。インカ切断を発動させます。はい、手札の資料動画数らを墓地に捨てて、はい、フィードの表側表示のモンスター一体を対象として発動して、そのモンスターをゲームから除外します。はい、ではこれを除外します。はい、除外されます。はい、ベトフェーズ終了して、そのままターンエンドです。どうぞ。では僕のターン、ドロー。で、この瞬間、資料を動画数らの効果を発動します。スタンバイフェーズに入ります。資料を動画数らの効果。フィールドゾーンに表側表示でカードが存在する場合、自分相手のスタンバイフェーズに発動できる。このカードを墓地から守備表示へ特殊召喚します。では今、アンデッドワールドがあるんで、このカード特殊召喚します。特殊召喚します。はい。バトルフェーズ入ります。光のバンシーで打流が叩くします。モンスターですね。はい、1800ダメージ受けます。800受けて、ライフポイント残り6200です。メインフェーズ2に入ります。はい、モンスター1体をセットしてターンエンドです。はい、ではドローフェーズドロー。ではスタンバイ、メインフェーズ入ります。マジックカード、ブラックハートホール発動したいです。はい、はい、ではブラックホールの処理が終わりましたと。はい、ではメインフェーズ、インベルズの万能体を通常召喚します。はい、ではバトルフェーズ入ります。はい、インベルズの万能を、はい、攻撃します。はい、攻撃戦です。はい、いきます。残り7000ですね。はい、では、バトルフェーズ終了して、そのままターンエンドに向かいます。どうぞ。はい、俺のターン、ドロー。じゃあスタンバイフェーズに入ります。資料動画数らを守備表示で特殊召喚します。気をつけてね。これくどいアンデッドは嫌われます。この人の言うことはあまり気にしないで。手札からブラックナイトオブダークドラゴンに召喚します。バトルフェーズ入ります。はい、攻撃します。はい、じゃあそのまま受けます。1900です。はい、1000なんで、900ですね。残り5300です。ターンエンドです。はい、ではブルフェーズドロー。スタンバイ、メインフェーズ。そうですね、このままターンエンドするぞ。はい、ドローン。じゃあ動画数は攻撃表示に変更します。バトルフェーズ入ります。動画数は直接攻撃します。モンスターがいないですね。直接攻撃運動しようかな。ではトラップカード発動します。ミラーフォース。ミラーフォース、はい、わかりました。開始されます。ターンエンドです。はい、ではドローフェーズドロー。じゃあ相手のスタンバイフェーズいいですか今。はい、
相手の3倍フェーズに資料をドアスラーを守備表示で勝利します。相手のターンにも使えるんで、この効果がそのままターンエンドにしましょう。どうぞ。はい、ドロードアスラー攻撃表示に変更します。はい、ドアスラー直接攻撃します。受けましょう。ね、2800ですね。はい、ターンエンドです。2800の攻撃を受けたところで、ターンエンドの前にメイフの使者ゴーズを特殊召喚します。はい、ゴーズの効果でトークンを1体出します。はい、じゃあこのトークンは、相手の攻撃力と一緒なので2800のトークンです。はい、で、そのままどうしますか。エンドでよろしいですか。ターンエンドですね。はい、ではドロヘッドロー、カード1枚セットして、はい、バトルフェーズ入ります。はい、でそのトークンでドコハスラーを取りします。はい、よろしいですね。はい、で続けてゴーズで2700で攻撃します。はい、いきます。残りが4300ですね。はい、じゃあ、ターンエンドです。どうぞ。ドロー、スタンバイフェーズ入ります。ドアスラーを守備表示で特殊召喚します。カード1枚セットしてターンエンドですね。はい、ではドローフェーズドローします。カード1枚セットします。はい、ターンエンドどうぞ。はい、ドローふふふふ、ドアスラー攻撃表示でしょ。はい、てかだからガガガマイさんを紹介します。何かありますか。大丈夫です。それじゃあガガガマイさんの効果を使います。はい、レベルを8にします。レベルを8にされます。はい、この瞬間動画スルドラの効果が発動します。はい、アンデッド族モンスターが効果を発動した場合、フィードのカードを1枚を選んで除外するか、その効果を無効にするかのどちらかの効果を選んで発動できます。はい、それではドアスーラの効果でそのリバースカードを除外します。リバースを除外します。はい、どうしましょう。バトルフェーズに入ります。はい、ドアスーラでゴールドを攻撃します。いいでしょう。はい、では先打、まあ、100ダメですね。残りが2400。はい、ではガガガマイさんで直接攻撃します。ガガガマイさんいくらでしたっけ。1500ですね。500、残り900です。ターンエンドです。はい、ではドロヘッドローカード1枚セット、そしてターンエンドです。はい、ドローで、だからメゼキを召喚します。はい、メゼキの効果を発動します。はい、デッキからアンデッド族モンスター1体を墓地に送ります。アンデッド族モンスターレッドアイズアンデッドドラゴンを墓地に送ります。はい、この瞬間資料を動画スイラーの効果を発動。はい、攻撃がアンデッド族なんでアンデッド族モンスターが効果を発動しました。動画スイラーの効果でフィードのカード1枚を選んで除外できます。はい、それではこのモンスターを選んで除外します。はい、除外します。さらに手札から聖者の足を禁断の呪術を発動します。はい、はい、どうぞ。自分の墓地のアンデッド族モンスター1体と相手の墓地のモンスター1体を対象として発動します。その自分のアンデッド族モンスターを特殊召喚するその相手のモンスターを除外します。じゃあ今墓地に送ったレッドアイズアンデッドドラゴンを墓地から特殊召喚します。はい、さらに相手の墓地に存在するモンスター1体を除外します。じゃあゴールドを除外します。さらにガガガマジシャンの効果を発動します。はい、レベルを7にします。はい、レッドアイズアンデッドドラゴンとガガガマジシャンをエクシーズ召喚します。はい、じゃあエクシーズ召喚で、はい、ここでエクシーズ召喚するんで間違いなくかっこいい召喚を言ってくれるはずです。ちょっとボリューム下げて言ってくれるはずです。みたいなモンスターで、ね、オーバーレイネットワークを構築、エクシーズ召喚ナンバーズ11ビッカイをエクシーズ召喚します。
じゃあバトルフェーズ入ります。はい、資料をドアスーラで直接攻撃します。はい、それではライフで受けて負けました。はい、はい、では一応ね、今回は結局手札ギラファー来てたんですよ。そのテーマデッキのギラファー来てたんですけど、アンデッドワールドがあるんでアドバンス召喚ができなかった。意外となんかデッキの相性が悪かった。あとは新サイバーエンドドラゴン、これを使えばよかったです。ちょっと事情があってできなかったなっていうところがストークの手札です。はい、はい、じゃあトゥモローさんの手札何ですか？この手札が雪うさぎとアンデッドワールドとテラフォーミングです。でリバースカードが今日ミラーフォードが欲しいだったんですよ。そうです。こちらリバースカードトラップスタンですね。でもモンさんいないんでトラップスタン説明なんですけど、まあいうところでですね、はい、今回の、カード対戦の動画ですが、翔さん、トモローさんとはい、っております。で今回の動画も良ければ高評価、グッドボタン、はい、チャンネル登録お願いします。よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございます。ではでは、バイバーイ。バイバーイ。最後なんでビッグアイ出したかわからない。単純にあれはね、もういじめだと思うんですよ。大きな目で見つめられるのはいいんですけど、多分私せめて見つめられるのちょっと可愛い女の子がない。そうですね。可愛い女の子見つめてるじゃないですか。二次元です。